10番ホール、351ヤードパー4でございます。まあ長くないんですけど、まあ OB もないし、まあまっすぐ普通にフェアウェイ行ってればそんな難しいホールではないんですけど、僕は意外と苦手なんですね、ここね。なんと3ダウンからの後半、やばいこれ、ちょっと本当に頑張らんと。なんか嬉しそうなんで、ショートバーディーですか。でもお昼は挟んでるんで、いやもういいパッと入ってるからね。さあじゃあ行きましょう。よし、行きます。お昼担々麺食ってたからね。多分リズムが担々麺になるからちょっと変わってくるかもしれない。コーンもお願いします。お願いします。お願いします。バンカー入れへんと思うけど、多分入ってないんじゃないかな。大丈夫だと思います。後ろ行きました。もう相変わらず安定してるな。安定してるやん。いやいや全然ですよ。私曲がりますからとか言ってたけど、いや曲がりますよ。じゃあお願いします。お願いします。お願いします。いや頑張りましょう。もうおっちゃんも一回1時間も休んだら体動けへんからさ。ほらほらほら、あでもまっすぐ行ったわ。大丈夫、まっすぐ行ってます。120ヤードぐらいしか飛んでないのこれ。めっちゃ上がります。天ぷらやもん。さあとりあえずこれ以上のダウンはもう許されへんからね。でもきっと俺はまだ170、80残ってて、ミニちゃんは多分100ヤード残ってないぐらいやからな。また4パットしてくれたらな。いや、フォーバットじゃないですよ。なんかね、さっきお昼ご飯の時に怒られて、私あれフォーバットじゃないですよねって、俺散々前半でフォーバットフォーバット言ったけど、よく考えたらスリーパットでしたね。はい、はい、すいません。いやでもスリーパットする方も悪いです、すいません。いや俺もスリーパットしてるから。そうか、すっかりフォーバットやと思ってた。え、それ俺長い、びっくりするわ。いきなりピンチやん。162.7。一応ロシアからな、6番で全然いくと思うんですけど、風がちょっと上げてんのかな。捕まえに行き過ぎた。あれ乗ったかな、手前かな、うん、ちょっと手前かもしれないな。あ、いや飛んでるよあれ、ミリちゃんのやつ。止まっちゃった。あれナイスオン。あれピンの奥ちょっと、はいちょっと、でも近いやんあれ。ありがとうございます。え、何ヤード今。
今80ないぐらいです。70、飛んでる。あれまたバーディーやんな。パターが課題だから。よし、これ寄せましょう。寄せましょう。よし。寄せてプレッシャーを。あかんか。もうちょい飛ばさなあかんかった。わしにプレッシャーがかかっとる。俺のが先か。せめてこれを入れて。あんま曲がれへんぞ、あんま曲がれへんぞ。右出た、右出た。マーク。あれはフォーパットせんへんやろしな。ナイスバーディー。ありがとうございます。めちゃめちゃうまいやん。ちょっと。ナイスバーディー。ありがとうございます。ちょっと。嬉しい。どういうこと？一発目。どういうこと？フォーダウンや。最初俺ワンナップして、次ほら3パットしてダボで分けた時に、あれ俺今日これ勝つなと思ったのに。もうフォーダウン。あかんあかん、頑張らんと。これは始まって以来の長さ。フォーダウンしたことないんちゃうかな、多分今まで。じゃあ伸ばさなきゃ。やめて、もう番組が。いや、いいねんけど。まあ、ガチですからね。勝つつもりで、下手して勝ってしもて、なんかプロテストの前に勝ったりしたら申し訳ないなとか思ったら、とんでもない話やった。いらん心配やった。もうちょっと頑張らんと、14番ぐらいでほんまに終わってしまう。そこまでいかへん可能性もある、こっからポロポロ取られたら。だってドライバーも曲がれへんし、飛んでるしさ、パットも入ってるしさ、資格がない。もう下ネタ攻撃しかないかな。炎上覚悟で。めっちゃ叩かれなくて。コメント欄すごく。いやもういいねそれは。もうドライバーって最初の1番でさ、ちょっと左行ったぐらいじゃないですか。そう、あと全部まっすぐですよね。そうですね。すごい。いや今日は曲がる日かなって本当に思ってましたけど。
ナイスショット。ありがとうございます。5番ウッドです。俺も5番ウッドでした。今、はい、さんここホール紹介してないですけど。あ、そうか、今からやりましょう。じゃあ、はい。ホール紹介忘れてました、もうあまりのショックに。11番、さっきやったよね。さっきのやったよね。11番、484ヤードパー5です。まあ途中に川があるんで、ドライバーで打つと当たるとちょっと川行くかなっていう感じで、左が途中からずっと池なんで、頑張ります。意気消沈。よいしょ。いや、頑張るよ。まだ負けへんで。あ、あかん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 。あ、大丈夫かな。あ、大丈夫。あ、いやでも多分道の右側で止まってるとは思います。やばい。やばいやばい。いやー、やばいな。めちゃめちゃ安定しちゃうじゃないですか。もう心に余裕ができます。ちくしょう。伸び伸びやられてる感じ。やられてる。もう完全アカンパターンや。何かでこのペースを崩さんと。どうしようかな。タラレバをもらおうかな。タラレバ。タラレバ対決っていうのがあるんですよ、また僕のやつで、はい、あの男子プロとかとやるときは、うん、同じティーやから、はい、タラレバをハーフで4つぐらいもらって、自分のショットも相手のショットも何でもいいから、とりあえずハーフで4回タラレバを使える、もう1回打ってもらうか、僕がもう1回打てるか、でもそれ使ったらもうその2打目を絶対1機やから、2打目失敗しても、あ、じゃあ1個目のっていうのはできひんのと、あとは一ホールにはたられば1回しか使えないっていう、そういうのがあるんですよ。ああ、よかった。もうここで川行ってたらもう終わってる。その木は関係ないから、これはいいショットだ。よし、よしよし。ないしょ。つけいる隙がない。どうしよう。どうしたらいいね。どうしたらいいね。どうしようもできひんけど。悩ませてる。そう、とか自分が頑張るしかないかな、うん、まだ11番ですよ。でももう4ダウンやからね。ワンダウン、ワンダウンぐらいやったらいいけど、うん、もうちょっと打てばよかったな。 3ユーぐらいで打てばよかったな。100ヤードぐらいにはしときたかったな。126、126、9番で突っ込みましょう。ここはちょっと短く持って、
弱いこれ。止まれ。あ、止まったね。いやでも方向が違う。まあまあまあ、でも同じ段っぽいとこには行ったけど、どこまで行って、うわ、もうちょっとでバンカーやったやん。バンカー入ればよかったのに。もう炎上してもいい。バンカー入ればよかったのに。心の声が出てしまった口から今。いや、すげえなこれ。何ヤードでした？60ヤードです。60ヤード、ビタビタ来るねこれは。行かねえ、残念。喜んでないよ俺は別に。喜んでる。いや喜んでない、喜んでない。声のトーンが違かった。ちょっと上ずってましたね。はい。うわ、落ちてきてる。あ、うわ、すごい傾斜ですね。でもなんか奥行くのも嫌だなって思ったら突っ込めなかった。いやー、これでもまだ難しいな。いや、このピンチのエグさが伝わるかな、画面から。あんなに戻るんやもんね、やっぱりね。だいぶ戻ってしもたんね。いや、うまいな、ナイスタッチ。ありがとうございます。いや、俺二段グリーン苦手やから絶対あんな寄らへんな、そっからやったら。曲がれ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 。いいですか。はい、出す。いやー、負けはなくなったけど、このホール取れなかった。ナイスパー。もうパットもさ、全然隙がなくなったもんな。結構怖いです。すみません、ありがとうございます。今のスリーパットでもしてくれたら流れが変わるかなと思ってんけど。いや、でも結構怖いですね。何できない。久しぶりに分けた気がするな、でも。お久しぶりに分けた気がする。